こんにちは、ネコス王国です。本日は数字で見るドッカンバトルを運営している管理人さんについてです。ドッカンバトルをやっている人ならば一度くらいは数字で見るドッカンバトルという名前を聞いたことがあるでしょう。ドッカンバトルのユーザーを支えている個人運営の攻略サイトになります。皆さんはこの数字で見るドッカンバトルのサイトが設立された経緯をご存知でしょうか。それは遡ること2015年のお話になります。2015年1月30日後にドラゴンボール史上最高のソーシャルゲームとなるドッカンバトルが配信開始となりました。私はその年の3月頃からドッカンバトルを始めたのですが、当時は参考になるような攻略サイトはあまりなく、ユーザーたちは手探りでゲームを進めているといった状況でした。その頃人気のあった2大 YouTuber はソニオテレビさんとエイのゲームチャンネルさんであり、私は彼らの動画を見ながら日々ドッカンバトルを楽しんでいました。ですが私はもう一つ見ていたものがありました。それは2チャンネルのドッカンバトル専用スレッドです。このスレッドには毎日ユーザーたちの様々な意見や感想が書き込まれるため、友人でドッカンバトルをやっている人がいなかった私にはちょうどいい居場所となっていました。今もこのスレッドは続いているようです。そして9月の後半になるとドッカンバトルではある特別なイベントが開催され、当然スレッドでも話題になりました。それがこちらのドフラミンゴ討伐イベントです。このイベントでは当時としては破格であるスーパーサイヤ人孫悟空がドロップするということで、ユーザーたちはこぞってこの悟空を集めたのです。私もそれなりに集めた記憶がありますね。で、そんな中私はこのスレッドにてある人物の書き込みを拝見することになるのです。そうです、それが後に数字で見るドッカンバトルを運営することになる管理人さんらしきユーザーでした。実は管理人さんはこのスレッドの出身者だと言われているのです。その管理人さんらしき人物はイベントで悟空がドロップすることがわかると、こちらの力悟空をものすごく評価するレスを連発し始めました。その理由としてはドロップする悟空を使って力悟空の必殺技レベルを上げることが可能になったからです。当時必殺技レベルというのは基本的には同盟カードを重ねることでしか上げる手段がなかったため、9月に妖怪王有新カードが初めて入手可能になったものの極めて貴重であり、今のようになかなか簡単には使えなかったのです。そんな中力悟空は無料で必殺技レベルを10にできた上、パッシブも気力メーター5以上でアタック 50% アップと、今と違ってディフェンス値があまり重要ではなかった当時はかなり使えるカードに分類されていました。また管理人さんはスレッドにてアタック値の計算方法を独自に検証し、その計算過程などを熱心に語っていたことを私は覚えています。リーダースキルは弱く、フェス限は10月に力属性のブロリーが登場したばかりであり、潜在能力解放もない時代でしたが、そんな中力悟空は必殺技レベルをマックスにすれば当時としては破格のアタック値10万を超えるくらいの実力があったので、管理人さんはひたすら力悟空を持ち上げ続けました。しかしあまりに熱く力悟空について語りすぎたためか、他のユーザーたちからはもう力悟空のことはやめてくれ、そんなことはチラシの裏にでも書いておけなどと言われてしまい、さらにあだ名を力悟空くんと付けられてしまうなど、一定のユーザーたちから煙たがられる存在となってしまったのです。今思えば有益な情報であったことは間違いなかったのですが、スレッド上では結果的に変人扱いされてしまいました。その後管理人さんがスレッドに姿を現すことは私の目では確認できませんでした。2015年10月18日スレッドを追い出された格好となってしまった管理人さんはあるサイトを立ち上げることになります。それが数字で見るドッカンバトルです。はじめにサイト立ち上げの挨拶を済ませた管理人さんはすぐさま力悟空の考察記事を投稿しました。他のどのキャラでもなく力悟空を持ってきたあたり、やはり彼にとって力悟空というのは特別な存在であるということがわかります。サイト開始直後は
もちろん閲覧者はあまりいない状況でしたが、ここからほぼ毎日考察記事などを書き上げ、努力を惜しまなかった結果、今では、ドッカンバトルの売り上げに直結するほど、超絶特大人気の攻略サイトになっています。たまに力悟空をネタに記事を書くこともありますが、最近、これまでなぜか排出対象外だった力悟空の排出が再開し、ドッカン覚醒したこともあって、彼は人一倍、喜んだのではないでしょうか。何にしても、この力悟空の件がなければ、もしかしたら、管理人さんがサイトを立ち上げることは、なかったのかもしれませんね。ドッカンバトルは今現在、6周年を過ぎ、3億5000万ダウンロード突破キャンペーンを開催中ですが、果たして、どこまでサービスは続いていくのでしょうか。まだ見ぬ、史上最強のフェスゲンキャラクターは、どんな性能になるのでしょうか。もしかしたら、サイヤ人のように限界など存在しないのかもしれませんね。数字で見る、ドッカンバトルの管理人さん。彼は今日も、メルマを惜しんで考察記事を書いています。そして、これからも書き続けていくでしょう。ドッカンバトルを楽しむ、私たちユーザーのために。